はい、じゃあ住んで埼玉です。さっきまでですね、新宿の丸井で住んで埼玉ショップっていうポップアップショップの初日を終えて、で妻の玉子さんと龍太とマチャの4人で中華食って、うん、まあ、初日の打ち上げしてきましたと。はい。でなんかもう死ぬほど食ってきたんで、今もう腹パンパンすぎていやマジでやばいと睡魔が訪れてますね。え、いやもうクソ疲れててもう寝たいんだけどでもちょっとせっかくだしコンテンツにしないと、うん、もう僕のテーマとしてはコンテンツをですね、全てをコンテンツにしようとプロセス全てをコンテンツにしようっていうのが住んで埼玉の裏テーマなんで、うん、まあそのコンセプトにのっとって今話させてもらってます、はい。でまあ僕がまあ今回住んで埼玉ショップやってやっぱ良かったなってすごい思ってて、うん、でお金の面で言うと初日でぶっちゃけ、出店費をペイしてます、まあ、ぶっちゃけ多分ほんとあらりベースでペイしてる、売上じゃなくてえ、そこまで行きます？行ってる行ってる。え、すげえ。10万以上売ってるんで、あざっすみたいな。なんで重課金してる皆さんありがとうございましただからマジ下手したらワンチャン 4,50 万売ることになるのかなっていうまあお金の面はね、正直あんまり狙いではなくて、まあ今回の住んで埼玉ショップのテーマは2つで、フォロワーの皆さんとのエンゲージメントを深めるっていうところと、うん、あとは見込み客リスト作りですね、うん、下半期に向けて十分な見込み客をこのタイミングでゲットして、あとはローラーでも当たりまくると、うん、なんで LINE 登録をして、住宅購入アンケートに答えてくれた人に、ピンバッジ、缶バッジをプレゼントするっていう施策で、うん、それで約ですね、かなり濃い人たちが30人ゲットできたというようなところは、本当に初日でこのイベントを終えてもいいんじゃないかぐらいの確かに成果は得られたかなっていうふうに思っているんですけど、まあ、ただ土日が勝負というか、土日に行くに従っておそらくお客さんも増えていくとは思うので、うん、まあなんかすごいワクワクしてすごい楽しいですっていう感じ。マチャ君は感想はどうですか？まずありがとうございました、はい。そうですね、感想なんかこんなに売れるとは思わなかったっていうのはまず第一ありますね、うん。まあ、たくさんの人が来てくれたよ。そうですね、本当に平日なのに、なんかまあ仕事終わってから来る人がかなり多いんだろうなって思ってたんですけど、うん、昼間から昼間っていうかもう開店の時から直後から開店直後めちゃくちゃ来てくれて、うん、なんかこれがその住んで埼玉の求心力かみたいなちょっと思いましたね。まあなんかね、まあ住んで埼玉の発信を見て、まあ面白いと思ってくださってる方が来てるとは思いつつ、うん、まあこのコロナ禍でね、エンタメが不足してるなってすごい思ってて、で、そのエンタメに住んで埼玉ショップが、なり得ていると。なんかそういうことな気がしてます、なんか文脈としては。住んで埼玉がすごいではなくて、まあこのご時世にこういうコンテンツを入れたっていうのは、まあ良かったことなんじゃないかなっていうふうに自己分析しています、うんうんうん、ですね。なんで明日もまた朝の11時からです、ね、やるので、明日の夜も元気があればやりたいなとは思うんですけど、はい。まあ従業員のまあマチャはまだぶっちゃけ社員にもなってないから10月の1日からだからまあ本当にリュウタはね、もうずっと1年以上住んで埼玉を支えてくれてありがたいんですけど、まあでも本当に1年やった仕込みがこう徐々に花開いていく過程を僕は今見れていて、まあ実際に仲介の売り上げとかでもぶっちゃけ単月黒字が7月の末から続いていて、まあ7月の前までもブローカー業みたいのでちょくちょく稼いではいたんですけど、まあ本格的に自社で仲介できるようになってから売上としてもしっかりと見せていけるし、で、あとは今今年の3月にアンリからベンチャーキャピタルからの出資をもらって、3310万か、うん、ともう一人ね、とある、まあ、これも言ったら全員が分かるような個人投資家から実は入れてもらっていて、まあ、それでやってるんですけど、まあ、次の春3月4月をターゲットにもう一回ちょっとファイナンスを入れたいなというふうに思ってて、
まあ、その時の時価総額を高く評価していただくために不動産の仲介の売上と、あとは買取再販も1個2個仕込もうと思っていて、まあ、それプラスでウェブプラットフォームの売上ですね、住まい相談プラットフォームの相談手数料、まあ、この3つ仲介と、あとは買取再販と、あとはプラットフォーム事業を着実に伸ばすと、その3点をミルフィーユ事業にこうどんどん伸ばしていくようなイメージで、まあ、今回の物販が住んで埼玉の柱になるとはもうと思ってはいないんだけれども、うん、まあでもこういう、なんだろう、グッズ販売というよりも、そのエンターテインメントとか人が集うコミュニティみたいなことを作っていくようなこともやりながら、僕は楽しんで会社経営をしたいし、うん、SNS の発信をこれからもしていきたいなというふうに思っています。うん、っていう感じ。はい。です。やっぱ今日やってみて、うん、いつも、ツイッター絡みじゃないですか、シューさんって基本的にツイッターをフックに絡んでたりとかすると思うんですけど、うんうん、やリアルに会ってみるとすげえ楽しいなって今日ちょっと思いました。フォロワーさんとかだったり。いや、本当にね、ありがたいよ、ね。コーナンタワリーマンさんが朝一来てくれて。パーカー買っちゃいますみたいな。じゃあ買うかパーカーマジで売れるんだって思いましたね。そう、あとはマクハリーマンさんとかもね、来てくれて、めっちゃイケメンでビビったんですよ、ね。めっちゃかっこいい。こういうの言わない方がいいかもしれない。あ、ちょっとマリカさんからリクエスト来てるんで、ちょっと招待します。聞こえます？はい、聞こえます。お疲れ様です。今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です、マリカさんも。感想を一言お願いします。ちょっと、皆さん今日は本当にありがとうございました。皆さんに会えてとっても嬉しかったです。そうですね。準備した甲斐がありましたね。なんだろうな、発信力がすごすぎたなっていうのは実感しました。まあでも一重にすごすぎたな。住んで埼玉じゃなくて、まあなんだろうな、マンションクラスとか住まいに対して熱い人の集まりみたいな感じ、うん、あ確かに。でそれをなんか住んで埼玉が媒介させていただいてるだけで、うんうん、本質的にはこの住まいに熱心であるというこのエンターテインメント性がすげえ強いなっていう、それをなんかこうプロデュースさせていただいているような気持ちですね、うんうん、っていう感じで。じゃあマリカさん一旦ありがとうございました。はい、はーい、お願いしますっていう感じですね。まあ、あと5分10分しかちょっと時間ないんで、ちょっとどなたかを、ご招待したい気持ちもありつつ、さっと一言さっと一言質問でさっと出るみたいな感じであれば一人二人いただければとは思うんですけど、欲しいです。っていうところですね。でも丸井の社員の方もすごい協力していただいて、うん、社員の人もこういうタイプのインフルエンサーが出るっていうのがあんまなかったっていうのは言ってて、うん、でこんだけ人来んのかっていうのを言っていたのでちょっと丸井事情総部にごますとこうかな。結構 CVC って言って、丸井ってベンチャーとかスタートアップへの投資かなりやってるんで、うん、なんかその町っていう軸と丸いって結構ニコイチなとこあると思うので案外親和性高いのかなっていう、人あるとこに丸いありみたいなところがありますね。そうそうそう、なんかでねできればいいなと思いつつ、まあ、ただ事業会社の出資は次のフェーズではまずは入れずに、まあ、上場前のシリーズ B とかシリーズ C のタイミングでこう入れていこうかなっていうふうには思っているので、まあ、電鉄とかもね、今日実は電鉄とある超大手の電鉄の、まあ、若手幹部みたいなもう一人二人来てたんだけど、なんでそういう人たちとのね関係性をこう温めて、こう未来の種まきをしていければなっていうふうには思っています。っていう感じですね。そんな感じか。あ、なんかこのイベントに向けてもうちょっとこうした方が良かったんじゃないかみたいな反省ってあります？はいはいはい、反省、そうですね、なんだろうな、個人的にはね、
先週さ、追加で、俺このまんま行くと、あんまり人もまばらだし、うん、多分そんな盛り上がんないなって、なんとなく途中で気づいちゃって、はい、このままの感じで行くと。うん、だから、あの、フォロワー数に応じたステッカー作ったりとか、うん、あの仕込みは多分人が、その、新宿まで足を運ぶ、かなり強いインセンティブを作れた気はしてて、あれはなんか個人的には、結構会心の一撃だったなっていうふうに思ってます。あ、そうだ、反省で言うと、うん、あの、シュウさんに昨日投げたまんま追いつかなかったんですけど、うん、ハッシュタグキャンペーンとかそういうこととかもネット絡めて、ネットとリアル絡めた施策をぶっちゃけやればよかったなって、ちょっと反省してますね、準備不足だったな。もうちょっと仕込みはできたな、やっぱり。マチャとリュータが、ただの俺が言ってることをやる人間じゃなくて、主体性を持ってもっと考えたら、おそらくもっと良くなったと思う。はい、すいません。そこはね、ちょっと甘い君たち。はい。なんで、もっと住んで埼玉の住んで埼ぐらいを自分が担ってるぐらい。はい。僕はなんか玉ぐらい。そのぐらいの気概でいてもらわないと、マジで困ると。頑張ります。っていうのは、はい。うん、だもっとね、多分こうイベント終わった後にああすればよかったな、こうすればよかったなっていうのは絶対出てくるし、まあそれを次回につなげる。まあでもこういう、まあ言葉を選ばず言うと、不動産の見込み客作りをこういう実店舗を絡めた物販でやるっていう形ってほとんどない方と思うので、このスキームはこれからも強化継続していくべきかなっていう。で、 SNS と相当親和性が高いなってすごく思ったので、あの、これはやり続けたいなっていうふうに思います。で、あの、今日ツイートした時に TM ショーン先生っていう、まあ、土都心に家を構えているインフルエンサーがいるんだけど、TM ショーン先生の方から六本木ヒルズショップで店出せばいいじゃんみたいな。で、それ出店費用が約80万。まあ、諸経費込みで100万と。まあ、なんか一瞬高いと思ったんだけど、案外ペースになってちょっとなんとなく思って、あの、プードク先生とか、あの、ドクマンさんとか、まあ、そこら辺のあの、金持ちインフルエンサー。高い時計のステージたち、ね、なんかスポンサードしてもらうみたいな。サポーティードバイツイッターだみたいな。サポーティードバイ高所得ツイッターだみたいな形で、なんかゴールドステッカーとかをあげたり。なんかそういうインセンティブを絡めて、うん、こうなんかわちゃわちゃして、そういう、パターンもありかな。でも、ただね、僕がやりたいのは、なんか挑戦の応援っていうテーマなので、なんかあんまりその本筋とは逸脱したことはやりたくないと思いつつも、なんかそういう、こう、みんなで、こう、なんか盛り上げていくというか、みんなを絡めて、なんかこう、やっていくみたいな切り口において、まあそういう、なんかフォロワーの皆さんに、例えばスポンサードしてもらうとか、なんかインセンティブを提供して、そういうのをやるみたいな、形ありだったなっていうふうに思います。あと単純に、時間があれば多分やってたなってものが、住んで埼玉ショップにシンプルにスポンサーつけるっていうね。持ってくるってことですよね。そう。企業スポンサーをつけたりとか、まあでも企業の色が出すぎちゃうから、ちょっとその、ミスる可能性あるんだけれども、まあそういうことも多分考えるべきだったなっていう感想。枠売るじゃないですけど、そう確かにやった方が。だってさ、あの、今日もさ、ノラえもんさんのお面とかさ、俺のスンタマのあのお面みたいな、はい、みんな写真撮ってもらったじゃん。あれの背中側のスペースが有効活用されてなかったけど、要するにそこにポスターがあってもいい。うん、確かに。そう。確かに。出向で客、お客さん来てくれてるし、そうそうそう。なんだろうこれとはなるんで。そう。あの、昨日さ、マリカさんがさ、はい、時間かけて作ってくれたチラシ。ああ、はいはいはい。あのチラシのツイートで、明日からよろしくお願いします、みたいな。あのツイートのインプレッションが30万ぐらいって。そう。で、ああいうのに、スポンサー名が入っているだけでも、当然広告としても売れただろうし、それで、下手したら、1インプ1円払ってもいいってなったら30万ぐらいいくわけで。でそういう、なんか商売人として、すべてのところから、こうマネタイズしていくみたいなところがちょっとでき、完成はできてなかったなっていう、そこはなんかあの反省は残るなっていうふうには、はい、確かに後々考えてみればできたなっていうのが出てきますね。まあまあまあ、うん、それがするべきだったかはわかんないんだけれども、うん、そういうアイディアを思いつかなかったということがやっぱりちょっとまだいけてなかったなっていうふうには思いますね。まあそんな感じで、あと5分か、あの、特に手を挙げていただく方は、多分僕がマシンガントークしすぎて、あんまり入り込む隙間がないとは思うんだけど、
まあでも自分としては、成し得たい結果、得たい結果は得られつつあるなっていうようなところがあるので、まあここからイベントがあって月曜からね、しっかりと来ていただいた方にフォローアップをして、内見のアポイントを取っていったりとか、うん、来週の土日はもうアポで埋まってるみたいな。はい。で、もう今月中に制約が2件3件、そう追加で出てるみたいなことをやっぱり目指していくべき。ですね。はい。まあ、僕たちは別に楽しんでツイッターやってるだけじゃなくてビジネスとしてやってるわけだから、うん、ただ人が集まってグッズが売れてよかったねわーで終わってはいけないから、はい、まあそういうことをなんかすごいシビアに考えているような感じですね。はい。であとね、反省はね、メンターとのね、コラボレーションをね、ちょっと作りきれてないなって今思ってます。だからせっかく住まいのメンターがいるのに、なんかこう、例えばメンターが来てくれて、そのメンターと話せるようなコンテンツが、こうタイムラインでバーってあるみたいな。うん、30分単位で。うん、例えば浦和のユースケが来てて、浦和のユースケのなんかその浦和マンション購入のエピソードトークとか、うん、そういうのなんかみんなが聞いてるみたいな。うん、当然ね、物理的な場所はあそこのスペースになかったからそういうの難しいんだけれども、だからそういうようなこともやっていくべきだったかなっていう。うん、まあ、今回は当然難しかったんだけど、今後、そういうような。アイデアとして、うん、上げていった方が確かに。そう。まあ、あとはね、顔出しもしたくないし、赤バレもしたくない人多いと思うんだけど、単純にイベントやりたい。なんかその、グッズ販売というよりも、なんか住まいエキスポみたいな。で、住まいエキスポの登壇者にお面かぶった野良山さんや。か、なんかアバターで出演してるとか。音声で、みたいな。そうそう。国際フォーラムとかのなんか貸し切って3部屋ぐらいあって、で、それでなんかそれぞれスピーカーがいて、この部屋に行くと湘南の話を湘南常務から聞けるとか、まあわかんない。参加してもらえるかどうかわかんないし、表舞台に出たくない人もいると思うんだけれども、でもそれをもしかしたらオンラインでやってもいいのかなっていう。オンラインのイベントみたいな感じで、ズームなのか、まあ方法はまあ考えればいいんだけど、なんかそういうスマイエキスポ 2days みたいな感じで、朝の10時から夜の10時まで、12時間びっちり、なんかゲストスピーカーと僕が喋るとか、うん、ゲストスピーカーとゲンモリさんが喋るとか、なんかそういうようなものもやっていって、うん、まあ、さらにこの住まいに熱心な人のこの熱っていうのをどんどん広げていくみたいな、うん、なんかそういうことをなんかやっていきたい、うんうん、なんかそれがなんか、うん、それで儲けたいとかじゃなくて、なんか人がやっていないようなことをどんどんやっていって、うん、それに、で、によって価値提供、ないし、なんかこう、社会に貢献したいって気持ちじゃないけど、まあ、なんか面白い世の中になればいいなとは思うっていう、そんな感じです。じゃあ、僕がバーって喋っちゃったんですけど、まあ、一旦これ、スペースも21:59なんで終了して、まあ、この動画多分、編集なしでそのままアップする感じになると思うので、まあ、よかったら YouTube、週明けとかに多分アップすると思うので、まあ、見てください。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。